家のりなぽんこと井上りなです。暑いですね。もうこの間まで寒かったので急に暑くなったりでもう体がついていきませんよ。でもですね、今日はなんかこう食品のねイベントがあるみたいなんで、ちょっとねいろいろ食べれるんじゃないかと思って楽しみに頑張ってきます。じゃ行ってきます。食品っぽい感じは今のところまだしませんね。これ本物だと思いますか？なんかちょっとこれなんかちょっと騙された感じしますよね。でもこれめっちゃ本物に見えませんか？なんか光がここから出てるのがなんかこう布がピラピラなってるんですけど、これって何のためにあるんですかね。でもまあただの飾りです。飾りですか？一回見てはインテリアですか、それとも扇風機ですか？インテリアです。インテリア、はい、インテリアらしいですよ。皆さん2万円から下がりちゃったからお家欲しいと思いませんか？システムスクエアさんに来ました。ここはどういったことをやっているんですか？食品のですね、はい、こういった商品、袋に入った商品ですね、はい、その中 の製品の形を見たりしてですね、はい、異物として判断したり形として判断したりっていう検査の機械を作ってるんですね。そうなんですね。これ実際にやったのとか見せてもらったりできるんですか？はい、はい、お願いします。とりあえず商品のいいやつですね、はい。これが OK。 これは OK です、はい、割れてる商品ですね、はい。こういうとこういう風に NG。 やっぱわざわざちゃんと写真まで出てくるんですね。そうですね。なんかさっきからすごいこねてるというか、なんかマグロの解体ショーみたいな感じのことやってるんですけど、あれは何ですかね、パン？もしかしたらあれですかね、ちくわとか作ってる感じですかね。すり身？すごい、ほんとプニプニ。なんか焼き上がりがすごいふっくらなりそうですね。おお。硬かったらダメなの？あ、はい、硬かったらダメだそうです。めっちゃ語ってくれたんですけど、遠すぎて何言ってるかよく分からなかったんですけど。